はい、まあやっていこうと思います。よろしくお願いします。MC の時間とか、なんかあんまり2曲だとなかなか取れないのでこう、なんか言うことありましたっけっていう。赤つまがにの。ああ、そうですね。舞い込みもあるけど。ああ、そうですね。普段自分たちはライブをやらないで音源をこうどこかで反復というか、売ったりとかそういうことをやってるんですけど、来週かな、7月の16日の月曜祝日に、まあ、前橋の元気21である、まあ、そういう即売会というか前込みっていう即売会が今回第1回で初めてありまして、そちらに出させていただいたりとか、あとは夏の
真ん中にコミックマーケットっていうのがあの東京のビッグサイトであるんですけど、そちらの方でもスペースを出させていただいたりとかすることがあります。であのライブの予定っていうのは本当に自分たちなくて、普段お世話になっているので高崎店さんとかで出させてホットラインに出させていただいたりとかはしてるんですけど、あの去年あたりからねあのちょっととあるところでお声がかかって、あの10月の今年14日の日曜日ですかね、あの場所が中野城中野城のバイテック文化ホールっていうところの、ホールのでっかいステージでやってるんですけど、吾妻谷ミュージックフェスティバルっていう、まあ、ライブイベントがありまして、そちらに、去年ね出させていただいて、で今年も出させていただくことが決定してます。30分ぐらいある長いステージで、あの本当にホールのでっかいところでやるんで、ね、なんか去年はそこまでなんかこう2人とも緊張して動けなかった気がするんだけど今年は頑張ってもっと動き回ったりしてね、はい、5、6曲ぐらいできたらいいなと思っているので、はい、まあ、お時間ある方ちょっと山奥なんで車で1時間ぐらいかかるんですけど、まあ、来ていただけたらな、嬉しいなと思ってます。そんな感じですかね。あと、一番大事なのが音源なんですけどCD がですね、6曲入りのミニアルバムがこちら、島村楽器さんの、CD コーナーと島レコで取り扱っていただいているのと、そちらの作品が今年の春先かな、2月だか3月ぐらいからうちのそのアルバムタイトル6曲トレースっていうアルバムなんですけど、そちらがiTunes とか各種配信サイト様の方でも販売が開始されましたので、もしよければそちらの方とかでもダウンロードして聴いていただけたら嬉しいなと思ってます。そんな感じですかね、はい、以上です。じゃあ最後ですね、なかなかこちらのステージではやらせていただくことがないような激しいやつを1曲やって終わりにしようと思います。今日はありがとうございました。タイムラグでした。叫ぶ声などきっと